はい、どうも、クーポンでございます。BTC の価格が比較的ね、強い形で、もう82万3000というところで、えー、推移しております。はい、素晴らしいですね。えー、で、直近でエンドールですかね、が上がってきてるですかね。えっ、ー、と、朝方かな本当3時4時とか、そういう時間に非常に強い。 いい上げを見せてましたけども、イスラエル案件ですね。私たちにとって非常にね、今後を見ていかなきゃいけないものだと思うんですけども、えー、プーマにせよ、あと ZDC ですかあ、にせよですね。まあ、他にもあるんですけども、あのーな、なんていうのかな、上げてこなかったりとか、ZDC に関しては上,昇上場してなかったりとか、 いろいろなね、えー、なんていうのかな、焦りっていうかね、えーまあまあ、周りからも見られ始めてますというか、もう見られてますね、う、えーまあ、嘘つきじゃないかっていうのも、正直私の方にも届いてまして、えーまあ、私の音声、えー、動画中に本当に勝手に解けばいいみたいなね、そういう表現をしたのは、あ本当にあるんですけども、 おーにしても私的には全然諦めてる感じはないんですね。で、途中で切り替えまして、他のものってキャッシュグローを作んなきゃいけないっすっていう話とか、あ株でやってきますっていうね、ねいろいろなことを、このたまあ、短期ですよね。半年、人生において半年ぐらいの時間軸なので、短期だと思うんですけども、で、その中でですね、 やってみたりとか、で最近に読のではそのうんレンコン酸あパチスロっていう今の時代にないもの、パチンコにしてもパチスロにしても、今の時代ではないもので、えー、っていう可能性を見てみたりとか、あまあなうんまあ、私の中ではこう非常にです、ね、試行錯誤というかあ、取れる情報は取ってきたつもりなんですけども、 結局今は BTC っていうもののトレードっていうものを昨晩ですか、音声の後に少し触ってみたんですけど、ああいうことをやり始めるというところに今至ってます。だから、まあ、その、勝手寝とくっていう表現がどれだけ、えーまあ、良かったのか悪かったのかっていうのは、現段階ではあ正直結果としては出てなかったので、 えーまあ、それに関しては、ですね非常にその、まあ、巻き込んでしまった方々っていうのはいらっしゃるので、まあ、その辺はですね本当申し訳ないとは思うんですけども、ただ、えー、世の中っていうのは、あなんていうのかな、まあ、非常だっていうのも、今回の件でひょっとしたらあ分かってらいただけたのかもしれないですね。 だから信じるものはやっぱり救われるっていうところではなく、信じるものはやっぱり自分しかないというところで、えー、他人の決別っていうね、えー、ところをして、えー、なていうのかな、今動いてらっしゃる方,方もいらっしゃると思うんですね。うん、だからあー、とにかく私が今言いたいことっていうのは、やっぱり自分しかいないっていう、うまあ、トレードは戦場、相場、まあ、は戦場。 っていう表現はよくしてきたんですけども、おそこだけは、あっとね、えー、これはずっと変わらず、もちろん勝手に解けばいいっていう表現っていうものに関してもお、これは正直変わらずですね、ものによるんですけど、ZDC に関してはまだ出てもないからで、結果が私はまだまだ出てないんだと思うんですよ、もの,もの全体的にね。で、その中で、試合に対してどう私たちが判断する。今まで えー、例えば YouTube でやって、単価が高いときとか、LINE スタンプが売れたときとか、アフィリエイト、すんごいいっぱいあるんですよ。オプトインアフィリエイト。これは未だに結果を出されている方いっぱいいらっしゃると思います。で、セドリ。あとはあ、まんだ、なんだろう。今であれば、電脳セドリですか。形が変わって。えー、まあ、その、 アプリで撮ったものを家に郵送してもらって、郵送したものを今度また郵送するみたいなね。えー、まあ、電脳って言えば、あまあ、自家アフィリじゃない、アフィリじゃない、自家セドリでないような感じにはなってるんですけども、非常にいろんなものがあります。で、まあ、その中でも、最近が私がやり始めた、そのセドリっていうかな、転売っていうのかな。 今は段階的には自分の家のものを処分している段階ではあるんですけども、それをやりつつですね、放送の仕方とか、送料がかからないのはどれか、で、も、ま、の、あ、によっては黒猫とか、で、あとは郵女に QR コードを持っていって、いわゆる二次元コード、QR コードっていうものを郵女にそのまま持っていくと、郵女の方で、あれです、郵便、 曲の方で、えー、バ,ーバーコードを、QR ーーコードを読んでもらって、で、名前とお住所が出てくるようなツールみたいなものもあるんですよ。だから、本当にいろいろね、変わってきてますので、今、あ私がやってるのは家の処分ですね。お家の処分と、あと BTC のトレードですか、昨日、夜中からやり始めて、えー、で、そこで学んでるとこです。 っていうように、ものによって引き入れてるものとね、暗号通貨っていうものは BTC っていうものは私は受け入れて、でそのままそれをねトレードっていうところで利益にならないかなっていうものになってまして、それが1ドル単位でできるとか、いうことを非常にハードルが低い、で、レバレッジ1倍にすればいいんでね。 で、ショートもロングもいけるというところになりますので、まあ、もう,う、なんていうのかな、やっぱりやった中での結果でしかなくて、えーまあ、そこからあとはどう自分が解釈をしていくのかっていうのには至ると思うんですよ。はい、で、それを待っちゃった場合っていうのは、あ私は音声の内でどっかではいっぱい伝えてると思うんですけども、 待っちゃってるっていうのは結構つらいというかあ、まあやりたいことをやって待ってた方がいいっすっていうのとか、その点が点を結んで線になるとかね、そういう表現をしてたりとか、それがまあう、もっとやっていくと面になるとかね、面っていうのはあな、なんだろうな、平らになったりとか、平べったり山になってみたりとか、こういろいろ立体的になってみたりとかいっぱいあると思うんですけども、あのー、そんな形になっていくんですよ。 で、そこで待っちゃった場合ですね。これで行けるっていう風にして、待っちゃった場合っていうのは、それは多分停滞、ダメージ、時間っていうものが食ってしまって、えー、長期をどの軸で見てるのかわからないんですけども、その時間、軸の、まあ、崩壊を招いちゃったあようなことになると思うんですね。時間っていうものが、自分の時間ってどれが長期なのか、短期なのか、 で、もちろん人間寿命はありますから、それに対してのやっぱ自分がどの時間軸で構えてて、この人が言っているのは長期っていうのはどの時間軸なのかっていうのは全然人によって変わってくるわけですよね。はい、なので、えー、そういうものとかね、ただ本当言えることっていうのは行動からの結果でしかないと、で、今、結果が出てないだけかもしれないというところはあ、と弁解させていただきますね。はい。 それは本当に勝手に解けばいいっていうのは未だに表現的には、まあエッジが効いてますけども変わってません。はい。なので、まあそこをですね、ご了承の上、今後、まあ暗号通貨、人生に対して向かっていただけたらなと思います。あと、うん、今日をもってですね、今日の夜中までは1日2本、 夜中なので2本になるかどうかなんですけども、まあ、24時間に対して2本動画を作ってきたんですけどもこれからは1本にしようかなと思います昼なのか夜中なのかっていうのは特に今は決めてないんですけども明日以降はですね、まあ、1本にしてで密度の濃いものあとはその時間っていうのをトレードだったりとか瀬、まあ、取りだったりとか うーんあと株だったりとか、私、拾うものいっぱいあるんで,で、その情報だったりとか、どうやったらやっぱり資金を増え,増え,う増えさせられるのかっていうのを、その辺の時間に当てたいと思います。はいでえー、もう一つは、私、そういう時間を作ると変なことをやり始めちゃうので、あのー、そこはですね、変なことをやりそうになったら、あちゃんと抜く時間っていうのはね、 しっかり作りつつ、変な方向に振れ幅がでかい方に行かないように動きたいと思います。この前であれば、バリューに資金を入れてしまったりとかね、うん、いろいろあるんですけども、そういう感じで動いてきます。前置きがね、10分くらい経ってしまって申し訳ないですけども、ここからね、本題でございます。えー、暗号通貨ですね、ATM の市場規模、2023年までに127年、 7億円、えー、超予測というところでございます。暗号通貨 ATM 市場は2023年1億あもう、まあ、いいや、えー、約127億6千万円に拡大すると見通し。リサーチアンドマーケット社が4日発表。研究者は暗号通貨 ATM 市場は18年の1630ドルから2023年 は 14, 億ドルに拡大すると予測している18年から23年までに年平均成長が57.7%の見通しこの調査によると予測期間中の顕著な成長は 2wayATM によってもたらされる 2wayATM とは顧客が暗号通貨を法定通貨に法定通貨を暗号通貨に変えられるタイプの ATM ATM の機能は人気を押し上げる原動力となるという、このレポートの著者は、急速な機能の拡大、米国、ドイツ、日本の先進国における暗号通貨の採用率の高まり、暗号通貨 ATM 市場における主要な成長要因として強調している。 米北米の暗号通貨 ATM 市場は23年までに最大シェアを占めると言われている。暗号通貨 ATM の個体かなメーカーとソフトウェアプロバイダーが多数存在し、投資環境が良好だからだ。同時に暗号通貨 ATM 市場の成長を制限する原因として暗号通貨 暗号通信の認識と技術的な理解欠如に加え、規制の不確実性を上げている。あこれ大事だよね。大事だと思います。メインストリームの採用をターゲットにしているオンタリオ州拠点のビットコイン。 およびイーサリアム ATM メーカーであるローカルコイン ATM はカナダから、カナダでは3カ所の1連の ETH の ATM を設置。17年時点ではトロントブ、ブランプトン、エトビコークに設置している。同年、韓国の ATM メーカー,あー、なんだろうこれ、聞いたことあるな。小生かな BTC の国際的な ATM モデルにいい統合した暗号通貨 ATM 市場は今後5年間で成長する予想をしているが従来の ATM メーカーはデジタル通貨大手ビジネスにとって脅威と考える3月には世界大手の ATM 事業者であるカードトロニクス社があ年次報告書でビジネスの主要な リスクは暗号塚と述べている消費者行動分析によると従来の物理的な紙幣よりも電子決済を選択するユーザーが増え ATM の使用があ激勝したことで支払い方法に大きな変化を生じたこれ非常にです、ね、暗号塚にとっていいニュースですね ね、ここでは、暗号通貨の ATM の市場が23年までに年、年54.7%の成長率で増え続けると。で、現状が、えっ、ー、と、これですね。ここ。18年では1630万ドルからですね。 23年には1万4450万ドルに拡大するという予想というところが、こちらがでかいですね。はい。という感じですね。アゴ通貨の市場ってのは今後も上がってくるでしょう。これは間違いないと思いますので、まあ、そこはね、えー、付き合っていきましょう。しっかりね。はい。では、バリューでございます。えー、私が保有しているバリューは3さんですね。 こちら、あーまあ、動いてます。まあ、高澤さんがあー、まあ、投稿してくれたりとか、まあ、私はあこれですね、北海道、台風上陸したんですけども、975ヘクトパスカルなんですよ。この勢力を持っての上場なんですよね。非常に、まあ、こうやって見てると限定公開のものも出てしまうので。 本田さんだったりとかね、購入に対して、えー、お礼というか、ああ、ありがとうございますみたいなね、えー、そういうコメントがあったりとか、あまあ、いろいろありますと、こういうところで、今回は先行抽選はあるかなないかなあるかなないかなはい、ありませんね。えー、これあの、表示がね、ドミナンス、理論、 低唱者っていうところで変わってますけども、あのー、本当ね、えー、面白い時代だと思うんですよ。何でもありなんで、えー、バリューでやってる方は、この方、買っておいてください。コッパーさん、抽選参加して、ファンド、アンゴスカ、ココット、あと、ゲンさん、えー、先行抽選狙ってる方は、この辺はしっかり押さえておきましょう。はい。 とりま、今のところは、そのまま行きそうだなっていうのは、そんなところですかね。で、私が個人的に、えー、面白そうだなっていうのは、河野さんね。か、買ってないんですけど、資金、1VA も入れてないですけど。<laughs> はい。そんな感じで終わります。はい。本当ね、えー、皆様にとってですね、暗号通貨が、これから、なくてはならないものになってくるんだと思うんですね。で、 えー、あとお、これは、あなんていうのかな、最近の考え方が変わったとこなんですけども、ICO っていうものは今後も展開、バン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 していくと思います。だから、自分の暗号通貨を作っていこうっていうね、えー、人は今後増えて、増えていく、通貨が増えていく。で、えー、昔私が言ったのは、その通貨があ、どん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 、なんていうのかな、 なくなっていくっていうお話をしたんですけども、おそらくなくなる速度と増える速度であれば、増える速度の方が高いかなと思ってます。だから、100通貨発行された、で、70通貨なくなります。でもその他には あ80通貨以上のものが最悪をもっとすごい勢いで増えていくのだと思うんですけども、そういう感じですな、す暗号通貨の数っていうのはもっと増えていく、うん、なので、えー、この、これですね、暗号通貨ランキングのこちらを見た中でも、たぶん、ずっと最近は見たことないんですけど、追っかけてないんですよ、1500通貨あたりまであったっていうのまでは見届けたんですけども。 それも何ヶ月も前、もう半年以上前だと思うんですね。で、それ、そういう形でどん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 増えていくんだと思うんです。今は一回キュッと減りましたけども、で、減ったとこは半年以上前に見たんですけど、そこからまた上がっていって、で、そこでも精査されるっていうのはもちろんあると思うんです。で、そういう感じでですね、暗号通が全体のコスっていうのは、ICO っていうのも今後も増えていくんじゃないかっていうのと、 もちろん、主要の、ね、イーサリアムだったり、イーサリアムもどう残ってくるかどうか分からないですけども、まあ、BTC は間違いなく、BCH もおそらくロジャーバーがあービットコインコムっていうものをお立ててますけども、あちらの代表をやられてますけど、あのー、BCH はお金と一緒だっていうね、ば、え、あ、ー、さん言ってます。で手数料も0.01円ほどで、えー、送金ができると。 で早いのもめっちゃ早いとこういうところで、えーまあ、本当にそうやって残ってくるもの、表に出て残ってくるもの、裏で淡々と残ってくるも,もの、で消えていくもの、その裏でも伸びゆく相場を、ね、作って、えー、消えていくものとかあ、相場を作った中で、えー、淡々と残っているもの、いろいろ出てくると思うんですけども、そこはです、ねえーまあ、今後見ていけばわかるんじゃないかなと、ただ、ICO が増えていくんじゃないかなと。 今後もね、はい、バン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 、通貨本体の個数っていうのは、どんどん,おなんていうのかな種類が増えていくっていうところで、えーまあ、伸びていくのかな、暗号通貨市場っていうのは拡大していくと思っております。えー、もちろん、伸びゆくね、ものは繰り返しになるんですけども、BTC とか BCH とか、その辺、リップルも残っていくのかなあー、ちょっとそこは分かんないんですけど、いろいろね。 私はリップルよりも BCH、BTC の方が、残っているか、存在価値っていうものがなされると。なんでリップルは存在存在してるんですけど、こちら相場的な価値っていうのかなっていうのは、そんなに動きはないと思ってるんですよ。私はリップルに関しては。価格が高騰するとかね。そういう動きはないんだと思ってるんです。はい。っていうのも銀行でやり取りするので、そんな価格変動してたんだ困るでしょっていうところですから。 はい、そんな感じで見てます、はい、で私も、ね、今後は自分の時間あっていうものを増やしてです、ね、ト、え、レード、お金を増やすように,に人生のポジションの転換期を作るべく、ねえー、お金っていうものだったりとか軸ですね、えー、でお金が増えたものに関しては株だったりとか資金がでかいもの、もっとい、ねえー、くよとか人工知能をやるよっていう会社に入れるよとか。 そういう形で動いてきますので、えー、まあ、そこの部分っていうのは全然変わってないんですよね、私の考えの方向性は。あーただ、あーなんていうのかな、今までこれ、えー、動画を撮ってきて、う1日2本っていうのは、やりすぎだったのかなっていう感じは今受けてます。うん、途中までは良かったと思うんですけど、うーん、上げ相場だったときとか、ああいうときはね、本当、イケイケーゴーゴだったんで、それで良かったんですよね。 でも、今となっては、今、本当に1日1本ないし、2日に1本とかね、その辺が適切なのかもしれないですね。様子を見て、今後動画を撮っていくのかっていうのは、少し続けてね、1日1本にしてみて、見てみたいと思います。はい。それでは、素敵なコインライフをお送りください。では、バイバイ。